しまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。はい、デモを聞いてもらってね、大体のところは分かってもらったんじゃないかと思うんですが、要点だけをね言ってみたいと思います。まずイントロですね。イントロの方もリズムもですね、ツッカチャッカツッカチャッカなんですが、1234567812345678と、こういう感じで流れていきます。普通のねリズム的なものはですね、ツッカチャッカツッカチャッカじゃなくてですね、少しこう跳ねる感じがあるんですね。ツッカツッカチャッカツッカチャッカツッカチャッカ、普通のはツッカチャッカツッカチャッカでしょ。これをねツッカチャッカ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 、そういう感じでちょっと少し跳ねる気分をね持ってやってみてもらいたいと思います。イントロねやってみたいと思います。1234567812345678、はい、こんな感じですね。少し早いでしょうかね。少しゆっくりめにやると、はい、そこから歌に入っていくわけですけどね、あなたにのところから1234567812のところは Em7Bm1234567812は GDGEm、 そして CDG の後でですね、タンチャン入れます。 G で6弦の3フレットから2フレット、そして明日になって入っていきます。で明日になってまた同じですね、 Em と B7 の繰り返しで、そして温かい弦にですね、そして Em が出てきます。触れた人から、ハーモニックスが出るわけですね。こんな、この時にハーモニックスはできない人はですね、このコツをつかめば簡単なんですが、7フレット、ハーモニックスはだいたい5フレットの7フレットなんですが、今回7フレットで行くんですけどね、コツとしてはね、弾いた後に少し離すんです。で離すのが早いと今みたいになっちゃいます。離すのもこのタイミングを練習してみたいなわけで、今なんかそんなーいうにすると綺麗に聞こえるんですね。であとはそのそんなのところが、このところで一回 DD のところ、ここで音を切ると後のハーモニックスが綺麗に聞こえるんですよ。この切るのを切っている間に手を持っていくんですね。そしてその後に Em に戻る。そんな気がして、1234567818、そして Em になります。私には
2番ですね、2番に入っています。こういう感じになっていきますが、大体ここまでざっといきましたが、いかがでしょうかね。ポイントはハーモニクスになってくるんですけど、あとリズムがですね、悪いリズム、ちょっとこのジャンカ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 、こういう感じの弾いてる人が多いんで、これ少し跳ねるんですよ。ツン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 、こういう感じでやってもらいたいと思うんですよね。ツックタッカ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 、少しこうシャッフル気味な、ちょっと跳ねる感じを自分で持ってもらったらいいんじゃないかと思うんですけどね。はい、こんな感じですね。であと2番入って、2番の感想ですね。ルルルのところがありますが、あれのコードが、まあ今新しく出てきたコードはないんですけど、短いのは E マイナーから B7 のところだけ短いだけで、あとは E マイナーを2つやってね、そこからまたもう一回サビに入っていきますね。一つだけ、こんな私のわがまま聞いてくれるね、変わらずに聞いてください、そのままで、フェードアウトになってるんで、まあ、最後はこういった少しスローにして終わるという感じがいいんじゃないでしょうかね。はい、どうだったでしょうかね。22歳の別れをやってみましたが、最初のうちはまだ難しいと思いますのでね、まあ、ストロークで頑張っていただいて、リズムがしっかりできるようになったらまたアルペジオとかね、そんな今度は最後はピッキングに入っていきますね。ということで、何か質問とかありましたらまたコメントいただきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひね、チャンネル登録してまた見てください。22歳の別れ、次回はまた、フィンガーとかね、アルペジオとかスリーフィンガーとかピーキングとかいろいろやっていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。ではまた。